怖いいっていうかなんだろう、まあ、怖かったんだけど奇妙なものを見たのがあったなえーとね今年のあれは今年の夏ぐらいだったっからいつだっけにさ俺がさあのなんか飛んでるのを見たって大騒ぎしてたことあったじゃんそ,そうの湖霊の。 例の湖でさな、なんか飛んでるみたって。要はそこをさ、あのー、心霊スポットではまあないんだけど、まあね、変な話がいっぱいあるんだよ。まあ、いつものように動画撮り行くんだよな。で、あるところまでい歩いたんだよ。まあ、その湖の湖畔というか、道がちゃんとあるんだけど、その道をずーっと歩いてって、ふとね、 あの、対岸にも道があるのよ。ふとそっちのね、湖越しの対岸の方面、まあ湖側を見たら、バスケットボールぐらいのデカさかな、バレーボールかバスケットボールぐらいのデカさの、青っぽいものが、あ、光ってたんだよね、要は。では車か誰かいる、夜釣りの人かなと思ったらそれ動いてんだよ。で、よ、よくよく見たらさ、水面に反射してんだよな。湖の上をね、こっちに向かって飛んでくるんだよ。 なんだこれと。で、ワンチャン、なんか、湖にかけてある、なんか電気か何かあるんかなとね。ワイヤーとかでね、あのー、こっちの方はあるんだけど、ワイヤーとかで電気湖にかけてる場所があるんだけど、そういうものが動いてるように、風で動いてるように見えるんかなと思ったら、どん,どんどんどん近くなってくんだよね。で怖くなっちゃって、逃げたんだよ。で、すぐ車の方まで走ってって、どうしようと思って、すぐ、 もうこれでまた逃げたらまたリスナーに何か言われるなと思ってさ、あのー、中に、車の中に入ってた機材、フルで持ってきて、でまたそっちまで走ってってさ、まあその時にはもう何もなかったんだけど、っていうのがこの辺を見たって場所が過去に俺が YouTube に動画上げてるんだけど、変なもんが光ってるとこがあるんだよな。木にね、光が止まってるの。要は、全然言ってる意味わかんないと思うけど、木にさ、 鳥が止まってるるとするじゃん例えばその鳥が白いあのー、黄色に近かったかなあのー、光だと思って光ってる何かが木に止まってるの2個でそれがホんンホーンって動いててまあその時、まあ、YouTube にこの映像載ってるんだけどそっち見てもらえばわかるけど 見たそう。あ、なんなんだろうな。肉眼では見えてて、フォーカス合わせようとしてんだけど、全然合わないの。だぼやけちゃってんだけど、ちゃんと映ってる。まあ、電気は横にあるんは知ってるんで、普通の街灯がね、そうじゃないの。木に止まってるのよ。で、それが両方、あのー、光ってるんだけど、途中から片方が光るパターンが変わって、あれがなんだかよくわかんないんだよね。で、そこズームして、ズームっていうか、そこにフォーカス合わせようとしてんだけど、全然合わなくて。そう、まあ、 やっぱりその時怖くて逃げるんだけどね。あれが何だったかはわからんし、なおかつ全く同じ場所で変な光って浮遊してるもの見てるからもう怖くてさ、そ,こそれ以降あそこ一人で行かなくなっちゃったんだよね。映像で。映像撮りに。ちょっとね、あそこ一周一回考えたんだけど、約一周5キロぐらい ?4 キロ、5キロあるんだけど、ちょっと嫌かな。